どうも、翔平です。またダークソウル2やっていきたいと思います。ちょっとね、日本ではね、なんかアップロード動画のアップロードをご遠慮いただいてますみたいなメッセージを確認しましたけども、海外では普通にアップロードされてる方が多くて、その点どうなのかメーカーに聞いてるんですけれども、返答がないので、返答があるまでは、続けてみようかなと思います。もしかしたら途中でね、著作権の関連でちょっと、切っちゃう、すべて見れないようにしちゃうかもしれませんけれども、何かご指摘があるまではメーカーからね、続けていきたいなと思います。今返答待ちということでね、ご理解いただければと思います。ということでですね、私何をしようとしてたんだっけ。なんかね、アドバイスに見る限り人間でやった方が、あれ、人間でやった方が体力のあれが限界値が上がるからっていうことらしいんだ。あー、やっちゃった、また間違えてごめんなさいごめんなさい、よくやっちゃうんですよねこれ。よいしょ、はい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 、はい、でアイテムボックスを開くのはどうすんだっけ。これじゃない、インベントリー、ヒューマンエフェリー、これだよね多分ね。でこれを使うって、ユーズか、オッケー。でもこれよく手に入るって言っても、本当だ、体力が回復、体力のあれ限界値が上がりましたね。オッケー。いやでもこれすぐ死んじゃうからね、死んだらフォローに戻るんでしょ。それはちょっとね、私何回死んでると思ってるんですか。もう軽くもう7時間6時間ぐらいやってますけど、もう軽く40回は死んでますぞ。そんなこんなでね、ちょっと撮ってたんですけど、ちょっとね、訪れがね、なんかひどくて、ちょっと撮り直すことにしたんですよ。で、この先がね、向こうの方、巨人がいっぱいいたとこありましたよね。あそこがね、ちょっと、攻略が無理なので、無理なので、ちょっと諦めてね、他に行く場所がありますよというコメントを見かけて、探索をしてたらですね、こっち側に行く場所があったみたいなんですね。それを私見落としてたので、こっちの方から攻略しようかなと思って撮ってたんですけれども、途中まで行ったところでね、撮ってたんですが、ちょっと技術的な問題があってですね、もう一回撮り直すことにしてます。一回戻ってきた感じですね、こっちまで。でここが開いて、なこっちの方が行きやすいっていうお話なんですけど、もう何回も死んでおります。全然簡単なことは一切なかったと。だからね、こうやって人間に戻っても瞬殺されてしまうと思うんですよ多分。下手でごめんなさいというふうに先に謝っておきます。ということでですね、まあ、死にながら楽しむゲームっていうのも珍しいですよね。ド M ゲームの中ではド M の私にぴったりという感じでございますけれども、こっちが敵がねやっぱり弱めなんですよ。でもそれでも死にますね普通に。ちょっとあそこのあれにかがり火つけておいたんで、あそこに触っておきましょう。とりあえず死んでも戻ってこれるようにね。よし、 OK。 体力ちょっと上がったからね、少し楽になったと思うんだけどね。そこにまず1匹いるよね。 OKOK。 この人間型もね、強いっちゃ強いんですよ。弱い、決してね雑魚的じゃないですよこれ。落ち着いて落ち着いて、よいしょ、あれ、よいしょ、 OKOK。 であの奥に1匹いるんですよ、弓矢を撃ってくるやつ。でその横にも確かいるんですよね、ここにも。はい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 、よし、まずこいつを1匹ずつ片付ける。ほらこれいいよ、撃たせてからの3発。よし、痛い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 わね、あんた、あんた痛いわね。スムーズにいけるといいですけどね。でこれ後ろから攻撃するのが多分いいと思うんですけど、なかなか後ろが取れないというね。よし、 OKOKOK。 これ結構強いですけど、スタミナがあっちの方に宝箱があったんですけど、もう取ってあります。
強いですけど、スタミナがね、なくなっちゃうんで、その管理が難しいところ。で、ここがちょっと難所なんですよ。この上にね、3匹ぐらいいるんですよね。私、死んでるマークありますよね。殺されてるってことですね。気づいて、一回降りる。降りてくるとね、ついてくるんですよ、こいつら。たまに降りてくるんですけど、ジャンプしてピヨーンっていってね。で、ちょっとここで待ってて、一人していくという。よいしょ、よいしょ、よいしょ。OK。よいしょ、よいしょ。あー、体力なくなった。体力なくなった。ジンジンいってるよ、ジンジン。ジンジンいってるよ。ちょっと切り替えておこうか。あ、痛い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 。ちょっとアーター。ちょっとこいつ、ダブル攻撃がね、これ、斧持ちとか、あららららら。まずいまずいまずい。あそこの下、横に寝転がってるやついますよね。その私の左横に。そいつもね、起き上がってくるんですよ。よいしょ。よいしょ。まず一匹ずつ丁寧に倒していく。そいつが起き上がってこないから大丈夫だね。あれ、私倒した？もう一匹。何してんのあんた。あんた上行っちゃダメよ。おい。あんた上に登ってっちゃダメよ。ちょっとまた、もう人数減らした方が大丈夫かな。でその上にもね、あ、まだ狙ってるやつがいるよ。いやーね、本当に。もういなかったっけ？私ちょっと、数日やってないので、忘れちゃいましたね。とりあえずこの、あ、リトリーブ。はいはい。OKOKOK。1900戻ってきたよ。で、あそこに座ってる、この人ね、何も攻撃しなければ、攻撃しなければいいんですけど、攻撃すると鬼の勢いで襲いかかってくるんで、ちょっとやめておきます。サバラルの神にたたりなしです。よし、オッケーオッケーオッケー。ここら辺でストビー飲んどっか。よし。あ、ちょっとまずいまずいまずい。やめてよやめてよ。で、ここを開けたところで、おいたのかいたのか、気づかなかった、知らなかった、分かんなかった。よいしょよいしょよいしょ。オッケーオッケーオッケー。ピックアップアイテム。よし。それで、向こう側はチェックしたんですけど、確かなんかあっただけで、ここ開けたところでやめたんですよ、俺。For the victory。この先全くわかりません。大丈夫？ Visions of Eliminating at One at a Time。あー、なるほど。一回に一匹ずつ倒せって？ああびっくりした。ちょっとやめてよ、もう。ちょっとまだ出てくんじゃないの、大丈夫かな。よいしょよいしょよいしょ。最後の一発が余計ですね。まだ声がするんだけど、これ敵じゃないよね。これリードメッセージ、アンブッシュだって。あ、いるじゃんそこに。わかったわかった、ありがとう。まだいそうな気がするんだよね。ちょっとやめときます。ちょっとこっち側からゆっくり回っていきます。あら、あれないと？なんか、鎧着たやつがいるよ、そこに。あ、やっぱ2匹いる。あっぷね。よいしょ、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 やばい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 。体力が、体力、体力っていうか、体力っていうかスタミナがない。よしよしよし。それ！よし！よし！ふぅ。アンブッシュは片付けたぞ。アンブッシュっつうのは待ち伏せってことですね。で、あいつは絶対敵だよね。間違いなく。こいつは、あ、お、お、来た来た来た。来た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 。後ろに下がって、強そうだぞ、結構。私の今の装備だと、あれなんですよね。よし、なんとか倒したと思う。あの、ローリングするとね、ローリングなんだっけ？これだっけ？あ、そうだね。遅いんですよ。ゲームやったことない人に軽くお説明、私も初心者みたいな当然ですけど、それぞれの装備に重量が決まってて、重量をオーバーしてしまうと、オーバーっていうかね、重くなりすぎちゃうと。甲冑とか着てね、防御力上げると、こうやって、華麗に動けなくなってしまうんですね。で、私はよく攻撃を食らうので、こうしてますけど、上手い人はね、もう裸同然の装備で、くるくる回りながらね、彼に避けるというのがね。うわぁ、いる。
ちょっとそろそろかがり火が欲しいぞ。多分その人にやられたんでしょうね。上から降ってくるとかないよね。いやこれ横怖いぞこれ。大丈夫か。おいで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 よめえ。あ、弓矢のやつね。これ怖いんだけど、ちょっと。あ、上にもいる、アンブッシュが。あぶね、気づいてよかった。これどうしよう。あいつをこれで、あれ狙えんだっけこれ。あれどうやって使うんだっけ。ああちょっと怖いなこれ。おーおーおーおお、これ一回上出た方がいいのかな。いやーこれ待ち伏せいっぱいいるわ。ちょっと一回寄せて、まずこいつを始末する。よし、よし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 。あいつは炎のなんかを投げてくるみたいな。あいつ強いですね結構。何を投げてくるのあいつは。まずこいつを片付けないとダメですね。よし、まずい。よいしょ。おお、やってくれるやないのあんた。来いよ。おお、投げてきやった。のゼロモーションで投げてくるのこいつ。よし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 。よし来たぞここまで。おお、待ち伏せがいる。あれは待ち伏せじゃないよ。丸見えって話ですな。ほらどうした。おい来いよ。よし、後ろにゆっくり回りつつの、あー結構くるっと回転してくるね。もうちょっとこっち来てよ、もうちょっと。ほらほらほら。よしよし、オッケーオッケー。これがバックスタブって言って、もっと後ろに回るとねダメージ多くなるんですよね。ハイディングプレイス、ハイディングプレイス、どういう意味だろう。バックラー、盾手に入れたのかな。ちょっとここでイクイプメント変えてみる。バックラーって何。これこれか。ふむ、もうちょっと軽くしてもいいんですけどね。ふむ、まあいっか。そうそう、これ装備したいんですよね。オールドナイトハルバードって170になるんですよ攻撃力。でもただね、力が20ないと装備ができないというね。まあどうしよう。あんまりね、上げすぎても面白くないという方もいらっしゃると思うんでね。これってジャンプとかってできないんだっけ。あ、そうだ、ジャンプしていく場所じゃないんだよね、こういうとこね。向こう側には行けないのかな。いや、そろそろかがり火を下がりたいんですよ私。回復アイテムないんで。向こう側にも行けなさそうだね。登っていった人がいるぞ。よし、スムーズに来れてますね。なんかいつも大抵五輪中なんですけど、やっぱ体力がこれだけあるからいいのかな。ちょっとそろそろかがり火触りたいんだけどな。これ何、これかがり火先とかない。ボンファイアーヘッドとか、マーチャントアヘッドだって。ほんとかよ。こういうのたまに嘘書いてる人いるんですよ。たまにね。あ、かがり火がある。よし、やった。やったよ。よーし、ボンファイア、ここまで来たら安心だよ、ちょっと。あ、よかった。それで、どうするかですよね。でもマーチャントってその商売人が、あ、ここにから行けんの。さあどうする。もう血が出てるってことはモンスター出てくるんですねこれね。チラ、おお、なんか燃えてるぞ神々しく。これ飛び降りて死んだのかな俺。多分そうだよね。多分そうだと思う。落ちていったぞ。ああ、来た来たぞ。血に、おおおお、あ、痛い痛い痛い。あ、避けたのね、だいぶ。よし、あー、もう攻撃してくるこいつ。結構連続攻撃してくるね。よし、結構攻撃力高いから、そのまま力で押し切っちゃっても大丈夫かなこの感じだと。おお、前死んでるんだ。死んでたんじゃねえのかよお前。ちょっとやばい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 、ちょっとまずいっちゅうの。お前は落ちていいけど、俺は落ちるわけにいかないのだよ。よし、はい、これは何。トライジャンプバット
トライリング、あなるほどね、リングがあれば下に行けるってことなのね、これ多分そのダメージ軽減のリングがないと下には行けませんよって、確か高かったんですよね、1万ちょっとして。俺でもどうせ生きてんだろ、ほらほら、あれ死んでんの、これ取ったら、なるほどね、そういういやらしい、いやらしい感じか。ちょっと見切ったと言いたいとこだけど怖い。よしよし、一気に倒す、よし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 、ここはいけないの、あいけるんだ、いつロックと、ふむ、あそこに行く道があるのか。うわー怖い怖い怖い、びっくりさせんなよ、びっくりさせんなよ、こんなとこ落ちて死にたくないよ、これ何これ何これ、ちょっと待って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 、リードメッセージ Right っててん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 ってなってんだけどちょっと何何何、ボンファイアヘッドバッドポイントレス、ボンファイアがあるけど意味がないって言ってますね、どういうこと、何これ、プレイデッド、死んだ状態でプレイしろっていうこと、プレイデッドっていうのは、こいつ何これ、よいしょよいしょ、あこいつのこと言ってんの、ここで死んだ人がいるぞ、こいつに殺されたってこと、まあいいや、とりあえず It's locked って、またロックか、いやーこれ多分なんか出てくるんだろうね、ボスはやめようよ、ボスはボスはやめよう、ボスはもういいよ、ボスはとりあえず当分ボスはいいよ、なんかここで死んだ人がいる、また落ちて死んだんだろうそれ、来たぞ向こうからアホは、うわーいっぱいいるね、ちょっとあんたいらん、あんたいいよ、あんたに用はないのよ、ちょっとちょっとここにはめてしまう、盾持ってるぞこいつ、やるな、よしよし、あーやべえやべえやべえ、うわ落ちて死ぬ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 のはやめようよ、ちょっとよいしょ、痛い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 、やばい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 、よしよしよし、ちょっと体力がちょっとちょ待ちたまえ君、よいしょよいしょ、オッケーオッケーオッケー、ふぅアイテム使って、これ全開するんでしたっけ、全開しないのか、あでも回復アイテムって持ってたよね、確かに、なんかライフジェムっていうのが回復するんだよね、ユース、まあ持ってるから使ってきます、もうそんなね何回も死ぬのも嫌なんです私、私そんなね行ったり来たりするの嫌なんです私、よいしょ、なんか上まで行っちゃっていいのかなこれ、いやーでもそんなうまくいかないと思うんだ俺多分、そっち側はもう行く場所はないの、なんかロックされてる感じ、ロックっていうか行けない感じなのね、向こう側とりあえず様子を見よう、向こう側こっち側にはこっち側に行ってどこに行けんの、ただぐるーっと回れるだけ？あ、階段があるな、あそこには。はしごが。ただ、こいつをどうするかだね。よし、よし、よし。待って、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 待って。危ない、危ない、危ない。え？一発で倒せないんだ。よいしょ、よいしょ。オッケー、オッケー、オッケー。とりあえず、一匹ずつ始末していく。あー、ビリビリしてる。ビリビリしてる。ビリビリは良くない。ビリビリは良くない。おーおーおー、結構減るな。この簡易攻撃がうざいな、よいしょよいしょ、さあいい感じで進んでまいりました、ラダーバットボスはヘッド、ボスは勘弁よ、ボスはエッチュね、ああそんな投げてくんのか、まためんどくさい敵やの、ちょっと降りてこないのこの人、ちょっとやめようよそういうの、そういうめんどくさい攻撃、あーちょっとアンブッシュ、ちょっと無理、一回下がります、ちょっとこの人倒したいんだけどな、なんとかちょっとそれめんど、痛い、めんどくさい、すごいめんどくさい、おー2対1はやばいって、もう
しかも変なん触っちゃったけ。よいしょ、よいしょ、よい、あらら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 、ちょっとスタミナ見てなかった、スタミナ見てなかった、やばいやばいやばい、ちょ回復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 、これちょっと絶対ダメージ食らいながら倒す感じ、倒せるかどうかわからんけど、お、引いたぞこいつ、ラッキーラッキーラッキー、よし、いける、あ、はい、ガードしやがる、よしよしよし、ほらほら、よし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 、落ち着いて1匹ずつ行きましょう、落ち着いてね、ボスがいるっていうからさ、ちょっと嫌なんだよね、いきなりボスってわけではないよね、多分ね。あー、なになにあれ、なにあれ、なんか飛んでったよ、大丈夫？ボス戦にいきなり突入すんのかな？いや、ちょっと待って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 、クライムダウン、さようなら、なんか強そう、超強そう、超強そう。まさかついてくんの？ちょっとさ、ちょっとかがり火が近くにないと私もちょっと倒せる気がしないんです、よいしょよいしょ、とりあえずこいつだけでも、こいつだけでも差し違えても、よし、アイテム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 、よし、ウィングスピア、よし、なんかスピア手に入れたぞ、ちょっとちょっとちょちょちょ、動けないっちゅうに、動けないっちゅうに、動けないっちゅうに、ボスは無理だっちゅう、こんな状態で、まあ、先に進んでもやられるだけだと思うんだけどな本当もうもうちょっと、あー、なんかアイテムあった、よし、なんだ、見てない、もうちょっとアイテムを入れ替えちゃおう、これ何、これ、あ、グレイトリーストアだ、 HP だって、ふむ、もうちょっと、もうちょっと後に使おうか。と言ってる間に、まあ、使う前に五輪銃というのが、まあ、いつものオチでございます。よし。とりあえずここまで来たぞ。なんだここは。なんだここは。なに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 、なに、びっくりした。危ねえ、びっくりした。気づいてよかった。よし、よし。こっちは。あ、ちょっと待って。そんないっぱいで生きたら卑怯だって、ちょっともう。やめやめ、やめ、痛い痛い痛い、やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ、いや、うっそガードしたんだけど、もうダメですね、連続攻撃で、ああ、やってもうた、やってもうたや、これどうしよう、これで、ここで切ります、またあそこまで行く、よし、とりあえずまーちゃんと探そうぜ、戻ってきちゃったけど、あれでも死んでも、あれ死んだら戻るんじゃないんだ、死んだらフォローになると思ってたんですけど、違うんですね。何になったらじゃあフォローになるんですかね。それが知りたいんですけど。あそこにアイテムあんな、でも。これ何これ、なんだろうこれ。ダウンアヘッド、バット、ビーウェアリーオブレックレスだって、向こうを見ずに気をつけろだって。どういうこと？なんかあそこにいっぱい行く場所あるんで、こっち行ってみましょうか、ちょっと。よいしょ。タッチブラッドスターン、なんで死んだのこの人、え、そりゃ死ぬんじゃねえの、違う、そりゃ死ぬよね、あら、やばい、後ろにもいる、後ろにもいる、後ろにもいる、まずい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 、あーい、あーい、やめろよこの野郎、これね、もう殺す気満々ですよこのゲーム、何手に入れたのか見てなかった、ちょっとよし回復、こんなとこに隠れてやがって、本当にもう失礼しちゃうわ、よし、とりあえずあの先のアイテムをいただきに行きましょう、あれ、あ、ここはさっきのところ？いや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 、え？上？なんか上で音がしますね。
これジャンプどうやってやんだっけ。ジャンプはダッシュしてこれかな。あれ違うな。あれこうか。あれこうか。あれジャンプして、ジャンプってどうやってんだっけ。ちょっとまずい、ジャンプの方法が分からない。ジャンプの方、ゲームオプション、ジャンプコントロール、あ、ジャンプ LS か。 LS だからこうか。 OKOKOK。 アップ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 。あーこれ死ぬんじゃないの。もうよいしょ。オッケー、アップね。ちょっと落ちる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 。上にいる、下にいるけどさ、これ落ちても大丈夫なのかな。あ、こっから行けって、こっから行けっていう感じみたいですね。ちょっと今度狭いところで戦いたくないんだけど。よいしょ。落ちるかな落ちるかな落ちるかなって。よしよし。どうするよ俺、どうするよ。さあどうする。この人は飛び降りて死んだ系、飛び降りていっちゃった系ですね多分ね。ここでデスマークがいっぱいついてるよ。はいはいはい。あーいあーい、敵がいっぱい、敵がいっぱいよ。ちょっと無理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 だって無理だって。ちょっと逃がして逃がして逃がして。ちょっとこの人とりあえずアイテム、よし。違うって、そいつじゃないって。まずいまずいまずい。よし、一本道で。危ない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 。こんちょしない、この野郎やばい。うぐーっちゃスタミナの管理しようぜ。ちょっと、いや、引くに引けなかったですね、今の。難しいな。